いや、皆さん元気されてますか？ということで、うさぎでございます。今回も動画撮っていこうかなというふうに思いますが、今回はですね、日本保守党がわずか、なんていうのかな、2日で10万部突破したということでね、おめでとうございます。有本さんに見つかり、日本保守党の本もね、買い、まあね、ちょっといろいろと今読み進めてる最中でございますが、まあ、既存政党も注目せざるを得ない状態になっているということでね、これがあって、まあ、東京15区の関係でですね、朝日プラスが言ってましたけれども、日本保守党のね、なんていうのか、会話の中で有本さんとね、百田さんが出るわけじゃないんだから、ね、選挙に関しては弱いんじゃないのみたいな感じで言ってたんですけど、10万部突破してるってことはそれだけの影響力存在してるってことですからね。それも、今、落ち目である出版物っていうところで戦いを挑んで勝ってるわけですからね。これはね、皆さんね、なんていうのかな、きちんと自分たちが、なんていうのかな、どういう敵にね、相対してるのかっていう分析をね、足りてないと僕は思います。はい。まあ、で、ちょっと読んでいきましょうか。はい、ということで、百田さんとですね、有本さんがですね、まあ、協調としてですね、まあ、いわば共同で、著作物を作るってことですよね。日本保守党、日本を豊かに強くということのね、本を発売されましたと。で、まあ、発売即ですね、10万部を突破し、話題になっておりますということで、Amazon ランキング1位も、週刊 Amazon ランキング1位にも、突破しているということで、すごいことになってますよね。で、一人でも多くね、この本を読んでほしいということでね、レビューの関係なんですけれども、初めての政治的な本を手にして感動した後、最高の一冊であると、単なる政党の PR 本ではない、などなので、まあ、全国から賞賛と絶賛の嵐を、ね、言われております。なぜ日本保守党の公式本がですね、これほど多くの有権者に読まれているのか、ということで、ね、言われてるんですけれども、まあ、皆さんね、なんとなくわかると思いますが、日本保守党っていうのはですね、そもそも有本さんだったりとか、百田さんとかっていうのがですね、長い間、まあ、ずっと自身のですね、まあ、保守的なですね、主張をずっと続けてきたわけですよね。で、政治団体存在してなかったから、まあ、彼らをね、まあ、投票したりとか、支持したりとかっていうことをするには、まあ、著作物買ったりとか、まあ、夕刊フジのコラム書いてる雑誌を買うしか、まあ、彼女たちを応援する方法がなかったわけですよね。で、まあ、今回ですね、政治団体を立ち上げたっていうことでですね、まあ、正式にですね、党員になればですね、有本さん、百田さんっていうのをですね、応援することができる。で、プラスアルファで言うんだったら、まあ、彼女たちが、まあ、国政選挙にね、なんていうのかな、まあ、出馬するっていうことを表明したらですね、彼女たちに、こう、投票することによって応援することができるっていうね、まあ、いわばもうファン希望のですね、なんていうのかな、状況になったと。っていうことでございます。で、まあ、皆さんね、蓋を開けてみたらですね、日本保守党ってどこから発足したのって言ったら、まあ、去年の6月からね、始まった LGBT 理解増進法というね、法律の制定からでございます。で、この LGBT 理解増進法の関係なんですけれども、これをですね、支持している保守派の人たちってちょっと僕理解できないんですよね。LGBT 理解増進法って何なんですか？普通に若い人間からしてみても、ちょっとあれおかしいと僕は思いますよ。特に、僕の職場にもですね、そういったね、まあ、いわばその男性が男性のことが好きとかね、女性がね、まあなんか女性のことが好きみたいなね、まあ女性が女性は好きはないか。あれだな、男性が男性が好きっていうのはありましたね。まあゲイの子ですか？うん、ホモの子って言えばいいのかな？どっち、どう言えばいいかわかりませんけれども、まあ男性好きの男の子がいますよ。でも僕は一向になってこの子に関して差別したことは全然ありませんよ。うん。なんで差別する人性があるんですか？で、彼は彼なりにですね、仕事もちゃんとしてるし、そこで評価すればいいだけの話じゃないですか。で、なんか、それは一つの特性に過ぎないんですから、別段そのことについてですね、言及する必要性もないと。で、なんていうのかな。だって、別に酒飲んだりとかご飯食ったりするときに、なんか、その部分、触れないじゃん。でしょ？ってことは、別に今の日本の中で差別ってあったんですかって言ったら僕はなかったというふうに思いますよ。いや、で、だから差別ないと思いますよ。差別してたのはあなたたちの代よっていうふうに言いたいんですよね。僕たちの親の代の人たちが差別してたのはわかるよ。差別してたっていう記録が残ってるからね。でも、僕たちの代で、そういった、なんていうのかな、なんかそういうなんか特性がある人たちが、なんかいるから、ちゃんとこういうのを考えていきましょうねっていう道徳的なね、教育をされてるわけですよ。されてて、なんていうのかな、今頃になってですね、法律で彼らをなんか擁護しましょうって言っても、差別は存在してないんだから、差別しようがないじゃないと。ね、別にゲイでも、バイでも、なんていうのかな、レズでも、トランスジェンダーでも、僕たちはどうでもいいんでしょ、正直な話。彼女たちが仕事してくれればいいんですよ。ね、彼女たちがきちんと、働いてくれて、納税してくれたらもうそれでいいんですよ。だから、これが日本国の一番憲法で規定されている人間、日本国民であるかないかの、その、差異でしょと。だからそこから外れてる子たちを助ける必要性は僕ないと思うんだよね。ちゃんと、仕事してて、それでなんか他者と違う人生を送ってるのはそれは特性なんだから、
わざわざ法律でですね、擁護する人すれば僕は全然ないと思います。で、もっと言うと、彼に対して、僕、まあ、職場の彼に対してはですね、男の子に関しては、差別してません。はっきり言いますけど。ちゃんと仕事できてなかったら怒るし、仕事してるんだったらちゃんと褒めるし、ね、もうそれだけで十分だと思います。はい。彼は彼の特性が存在してて、それ以上にそれ以下もないと。で、僕たちの親の代の世代の人たちがですね、そういった人たちを一部差別してたっていうのは、記録として残ってるから、それは、ちゃんと反省しろよと。でも、今頃になって反省しました、意見言います、法律制定しますっていうのは、お門違いだと僕は思います。はい。なので、LGBT 理解増進法は、今住んでいる若者の生活をですね、まあ、著しくですね、制限したりとかね、束縛したりする法律なんだろうな、というふうに僕は思ってしまいます。だから日本保守頑張れって思っちゃうんですけど、その関係についてをですね、まあ、こんな感じでですね、日本保守擁護者、立候補者ですね、擁立へということで、東京の江東区4月の衆議院補選ということで、7月の都議会補選の関係と、まあ、有本香織さんがですね、政治的な家業をね、風土を根付かしてはならないということで言及してるんですけれども、まあ、まだに、このことについて言ってるんですが、日本保守とですね、やっぱりこれ重要なね、ところがあるんですよね。それは何かって言ったらですね、まあ、今回、日本保守党は1日ですね、緊急執行部会、会議っていうのをね、開きましたよと。で、江東区の、まあ、なんていうか、東京江東、江東支部っていうのをですね、設立することを決定して発表と。で、これに関してはお金がかかるっていうのと、まあ、補選の関係で、まあ、出馬するって話になったら、彼女、彼ら、どっちになるかわかりませんけれども、まあ、僕は女性がいいと思います。立候補者出すんだったら女性の方がいいんじゃないかなというふうに思いますけれども、そういった感じでですね、江東区の支部を立ち上げて設立して、で、まあ、そこを拠点としてね、そういうためにはお金がかかるし、今回執行部会をですね、まあ、緊急で開いたっていうことはどういうことかって言ったら、やっぱ、党費の関係っていうのをですね、一部使うっていうことをで、ね、ここで決定したんだと思います。で、急遽、まあ、当初の予定で考えてた内容ではなくてっていう話だと思うんですよね。で、こんな感じでメディアの関係でですね、なんか取り上げてくれてるだったりとかですね、まあ、そもそも有本さんと百田さんは、ニュース朝8時っていうですね、自身の、まあ、その発信メディアっていうのがちゃんと存在しているんですよね。で、まあ、そこでですね、江東区の関係ですね、まあ、出馬することを表明いたしますっていうことで、一部同費に関しては使いますよっていうことをね、生配信で発言すればですね、ここに関してはね、毎日もう、なんていうのかな、なんていうのかな、情報発信してるわけですよね。で、まあなんかこういうことしていきますよ。党に関してはこういう風にやっていこうと思いますよっていうことをですね。まあこういう話をね、すればですね、党員の人たちもね、ああ、納得っていう風になると思うんですよね。だからそういう意味では日本保守って、なんていうのかな、こう、面白いぐらいにですね、今までの既存政党とは全然違うんですね。やり方も違うし、持ってるものも違うし、発信する媒体もその、違うし、かつですね、まあ、なんか、そもそも、何年もですね、何十年もですね、自身が保守的なですね、まあ、主張っていうのをずっと言ってきてですね、まあ、ファンの層をですね、まあ、岩盤にね、してきたっていう実績が存在しているわけですから、まあ、それはね、やっぱりね、他の既存政党、なんか発足されたね、なんか、名ばかりのですね、まあ、既存政党に比べてはですね、全然ファンの層も違うし、なんていうのかな、支持者の、なんていうのかな、この主張っていうのもですね、まあ、がっちりとですね、きちんとしてると。いうふうに僕は判断することができると思います。まあ、今回の感じでですね、柿沢さんがですね、逮捕されて、で、自民党の離党をしたプラスはですね、中国の関係で辞職を受けたものだっていうことで、まあ、江東区に関してはですね、選挙に、出ますよと。そういうことを言うんですけど、まあ、その関係についてですね、まあ、有本さんとか華僑化って良くないよねとかっていうのをね、ここで言及しております。で、日本保守党って、まあなんかね、その政策の主張とかっていうのはですね、今まで、日本がですね、なんていうかな、臭いものに蓋をしてきたものなんですよ、ずっと。そうでしょ、どう考えても。それについて言及してって、じゃあもうさ、ずっとこの容器使い続けるんと。新しいさ、ものをさ、これ入れなきゃいけないのにさ、ずっとそれを腐敗物をこの容器の中に入れ続けるの良くないよね、と。だったら一旦その中に入ってるですね、もう腐りに腐って、もうカビも生えてないような液体状になってる汚いものをですね、一回外に放出して、ね、で、新しく、なんていうか、収まるべきものをですね、収めていくっていうことがね、重要なんじゃないかということをね、言及していると思います。で、有本さんに関してはですね、江東区、2回続けてですね、地元の現職議員がですね、汚職事件を発覚したと。で、江東区の人たちって結構選挙の関係でですね、言及されてたりとかすることが多いんですよね。なので、今回日本保守党がですね、進出でね、出てきたってことはですね、で、これね、ほんとすごいなと思うんですけど、有本さんやっぱ選挙強いんだろうなと思いますね。分析がきちんとしてない。だから今回江東区出ますって、衆議院補選出ますって言ったっていうのがね、僕からしてみたらちょっとありえなかったんですよ。いや、せめてね、なんかね、その、
東京のね、なんていうかな、都議会、都議会じゃないわ、東京の都知事選に関しては出るかなぐらいの感じで思ってたんですけれども、それよりも前に補選で出るって言っちゃったんで、補選大丈夫なのっていうふうに思ったんですけど、これ調べてみたらですね、江東区って2回続けて地元の議員が汚職で捕まってるんですよ。で、その1回目の時はその何だったっけ、1回目の人が推薦したのが柿沢さんだったかな、なんかそんな感じだったと思うんですよね。で、地元の現職議員の方が、まあ、高校で当選されて、だから、秋田方市の、なんか、市長さんいるじゃないですか、今、石丸市長さん。これの前の議員さんが、副市長かなが、を、なんか、推薦したんだけど、結局、石丸市長が当選したっていうので、石丸さんがこれ、なんていうのかな、参戦してこなかった地域っていうのが江東区なんですよね。多分ね。ね、まあ、そういう感じで考えるとすごく分かりやすいと思うんですけど。で、考えてみたら、まあ、江東区は2回続けてね、現職議員のね、汚職事件が発覚して、まあ、なおね、柿沢さんに関してはですね、まあ、議員辞職させられるレベルまでのですね、まあ、疑惑が存在しているということなので、これはね、やっぱりちゃんとしなきゃいけないでしょうということで、有本さん言及されてると。で、まあ、プラスアルファで言うんだったら、もう、ここね、地元議員だったりとかね、地域政党だったりとかっていうのを関係を深めて、まあ、政治資金収支報告書だったりとかのね、政治資金の裏金問題にも繋がっていくと。このような政治風土っていうのをね、根付かせはいけない。まあ、江東区は、まあ、こういう汚職してもいい議員を作っちゃいけないっていうことをですね、一度、まあ、なんかやっていかなきゃいけないと。そのために日本保守党がですね、やっていくと。で、まあ、僕は今回、まあ、女性の方がですね、まあ、出てきてほしいなっていうふうにずっと思ってるんですよね。男性だとやっぱり、その、柿沢さんもそうなんだけど、そういった議員さんですね。だから、一新する、新たに全部イノベーションするっていうふうに考えていくんだったら、もう女性の方、まあ、柿沢さんとはもう正反対の、まあ、綺麗で、なんていうのかな、清廉潔白で、一生懸命頑張ってる女性。っていうね、ここを新しく受ければですね、ああ、こういう新しい人だったらちょっと、江東区大丈夫かな、みたいな感じで思ってくれるんじゃないかなというふうに思います。だから、ま、今回は僕女性をね、選出、僕だったら女性を、なんか、出馬させるんですけれども、まあ、有本さんどういうふうにね、していくのか、すごい気になるところではございますが、まあ、今回こんな感じで締めさせていただこうかなというふうに思います。有本さん本当ありがとうございました。ということでね、今回も動画締めさせていただきます。面白いと思いました。チャンネル登録と高評価の両方よろしくお願いいたします。以上でーす。